シルエットはイタリアのランボルギーニが製造・販売していたスポーツカーである。正式名称はシルエット P300。シルエットシルエットは当時最大のマーケットであったアメリカ市場における販売拡大を狙った裏っ子のオープンバージョンである。1976年3月のジュネーブモーターショーにおいて初披露された。 ロセッティが所有する経営管理体制において、新たにチーフエンジニアとなったフランコ・バラルディには、このニューモデルに現代的なルックスを与えるためには50%、扁平タイヤ、ピレリ P7 を採用するのが最善の策と考えたらしい。ホイールのスタイリングについては、カロッツェリアのベルトーネによる1974年のコンセプトモデル、ブラーボにおいて示したものが実現した。 エンジンについては、裏っこと共用の3.0リットル水冷 V8DOHC エンジンを MR レイアウトで搭載しているが、出力が上げられて260馬力 7800rpm となっている。最高時速は時速 260km で、0時速 100km 加速は6.5秒。ボディのスタイリングについては、裏っこのボディに、 ベルトーネによって手が加えられ、フロントスポイラーとオーバーフェンダーを追加して、裏っ子とは違う印象を与えるスタイリングに成功した。裏っ子のプラスに座席は取り外され、ルーフはパルがトップとされた。裏っこにおいては、アバンギャルドの配置であったメータ類は常識的なものに改められた。右ステアリング車両も存在する。1979年まで生産が続けられ、 総生産台数は53台。ランボルギーニシルエット、ランボルギーニのすべて、三 a 書房、モーターファン別、説明者アーカイブ、2013年、68から69ページ。シルエットと、カウンタック LP400S、ランボルギーニネコパブリッシング、ワールドカーガイド、1995年、110から114ページ。小川文夫。 1970年代のランボルギーニの独自性を象徴したシルエット。朝日新聞デジタル。2018年10月25日閲覧。オートモビリーランボルギーニ SPA シルエットランボルギーニ初めてのナンバープレート。2018年11月1日閲覧。ありがとうございます。